サイドカバーにエンブレムをつけたいと思います。なぜ7半というか、まあ、Z1 ってこれ900になるんですけど、自分この7半って響きが好きなのと、世代なのか分かんないですけど、どっちかっていうと自分7半っていう、なんだろう、Z2 とかがかっこいいなって思うので、だからこう750のこのエンブレムを選びました。でこれ穴が、まあ、これもともと Z1 とかの外装ではないので、正確には2箇所しか開いてなくて、まあ、多分これネジじゃない、これこの位置も違うから、改めてこう開け直して、このこれなんていうの、この、まあ、これ引っ掛けるタイプなんですよね、ネジ止めじゃなくて。でこれ自体をこうそのままポン付けできないので、穴開けてこうつけていきたいと思います。でまあ付け方で、まあまあ単純にもう穴開けてくっつけて、裏からこのこうはめてつけるだけなんですけど、厚みとかも関係ありそうなので、厚みでちょっと余っちゃうとこう バタバタしないかなとか、まあ最悪余っちゃったらなんかちょっとこうエポキシパテみたいなので、ちょっとなんですかね、こうまあ接着になっちゃうんですけど、接着ってこう裏からこの飛び出た分をこうエポキシで固めて、こうなんていうの、バタつかないようにすることができるので、こうそうやってつけていこうかなと思います。なのでこれ一応 KZ1000 かな、1000か KZ900 とかのハウルになると思うので、ちょっとこれにじゃあこのエンブレムをつけていきたいと思います。で今度またいろいろ作業してる間にブレーキキャリパーとか、まあ、このこれからどんどんこうくっつけていくパーツのオーバーホールもしていこうと思うんですけど、まあ中古パーツなんでやっぱサビとかが結構あるんですよね。で案の定これ結構固着気味なのか、もうネジが全然開かなくて、ボルトがもうすぐ緩めらんないんですよ。まあボルト緩めらんないのはもう本当にこういう古いバイクも特有だと思うんですけど、まあそういう時にか、なんだろう、活躍するっていうか、まあ、うん、もうそれしかないですけど、この KTC の500ニュートンまで出せる電動インパクトドライバーです。もうなんか、なんていうんですか、一応なんか、例えば556とか、あのネジの隙間から染み込ませて、ある程度なんかまあ良くなるかなぐらいで、まあやっといてはいるんですけど、まあ当然それだけでも全然緩まないんで、手の力だけじゃ。もうだったらもうこの機械の力で、もう強い力でも開けちゃった方がもう早いよねって、もう結論です。なんかもうこういうのに苦労してって、なんか開けた時の達成感みたいなのあるかもしれないですけど、まあそこに時間は取られたくないです。もう何だろう、もう機械使って、もう何だろうな、時間の方が大事だと思うので、もうそういうのはなんかまあ画面映り上良くないかもしれないですけど、もう機械使って簡単に楽して外していきたいと思います。まあこの辺も作業中になんかこう、なんていうの、付け置きというか、とにかくもう固着してたりとか、サビとかで、なんだろうな、こう、サンポール付けって、まあ、サンポールも長時間つけるの良くないとは思うんですけど、もう、こうやって外装ももうメッキとか剥がれてボロボロなので、この辺ももう、なんだろう、塗装全部剥がれてもいいやぐらいな感じで、もう塗装じゃない、もうサンポールとかに付け置きして、もうこの辺とか、こう見えるかな、もう隙間とかに、もうサビが結構すごそうだなって感じがするので、ただ、実際ちょっと動かしてみないとわかんないけど、キャリパーのこのピストンの動きはなんか悪くないように、まあ、こうやってちょっとガボガボってこうなんか押してみての話ですけど、実際開けないとわかんないですけど、中は一応オイルがこう満たされてる分、まあ大丈夫なんじゃないのかなと、表面だけがこう錆びてて、当たり面だけが錆びてるだけなんじゃないかなと勝手ながら、都合よく解釈してます。まあ最悪ピストンは多分、あるんじゃないかなって、あるっていうか、まあ、おそらく Z 系のパーツみんな、社外品とかで多いから、まあ言うて純正パーツにこだわらなければ、まあ代わりのものはいくらでもあるかなと思うので、まあその辺もまた何かあった時に考えます。じゃあ作業に入っていきたいと思います。この辺はもうデザインセンスだと思うんですけど、なんかこうバランス取るのって本当難しいなと思って、まあ、もちろんこれ元からこう穴が開いてるから、この穴を隠さないといけない、まあ別に気にしないのであればいいですけど、でも気になりますよね、穴開いてると。あ、これポン付けして、ポン付けというか、もともとそのなんだろうな、ついてるところについてないんだなっていう。でなんかこうやっぱ大体真ん中、まあ真ん中っていうことでもないけど、なんかまあこう端に寄ってたらおかしいじゃないですか。でおかしい、まあおかしいですよね。できればこうサイドカバーの真ん中あたりにこう置きたいけど、ちょっとこれまた真ん中に寄せちゃうとこう穴が見えそうというか、あとちょっとシールの跡がついてて、なんかわかるかな、なんかロゴのこの貼ってたような跡がついてるんですけど、で当然これ穴がこう、穴ってこのポッチがついてるわけで、まあこれ、まあ言っちゃえばこれ、両面タイプ買った方が良かったんじゃないのって思いますけど、まあなんかもう買っちゃったものはしょうがないから。だからこうやって位置をどう調整しようかなって今すごい悩んでるんですよね。例えばこの穴の位置を、例えば使うのであれば、この、こうした方がなんか見栄え上はいいかなって感じがするんですよ、これでバランス的に。
ちょっとなんだろうな、こっちの穴をこう流用しちゃうとすごいこの端に寄りすぎちゃうので、こうやってこれはさすがにないじゃないですか。でこっち側のこの穴をこの穴こっちの穴に合わせてつけたらなんかちょうどいいくらいにこの真ん中に来るんですよね。だからこの感じにつけようかなと思います。だからちょっとこの穴の位置が合わないからここに新たに穴開け直してここにつけて、でここ真ん中にもこう穴開いてるんでこっちをまた穴足してこうつけようかなと思って、こんな感じに仕上げようかなと思ってます。エンブレムつけられました。なんかエンブレム作るとなんか急に高級感増しますよね。だからなんかつけてよかったなって思います。まあそんなに難しくはないんですけど、こう穴開けてこうポッチっていうのこれまあなんて言うかわかんないけど、こうつければこうやってエンブレムは簡単に、まあ穴開けるのか、そのボール板とか持ってないと穴開けられないですけど、ハンドドリルだとずれたりしますから、ボール板とか正確に穴開けができるもので開けた方がいいと思います。まあそんな感じでエンブレムつけれました。キャリパー類のバラシが完了しました。いやものすごい、まあ、サビが進行しててね、こうネジ山をこうなんだろうな、サビが一体化させてるというか、このKTC のこいつ500ニュートンなんで、まあなんていうの、この500ニュートンの力ってまあものすごいわけじゃないですか。それですらガガガガガガガっていって、こうなんだろう、こう回らないんですよすぐで、まあ案の定取れはしましたけど、すぐは取れないぐらい固着してたんで、まあそれ手の力じゃ無理だよなって本当つくづく思います。だからこういうなんだろう、高いけど持ってた方がいいですよ。やっぱ整備の時これがあるのとないの全然楽ですから、こうやって一瞬で外せるけど、なんていうんですか、これ下手すると何時間とかかかりますからね、取るだけでも。こんな固着したネジでしかも六角とか、まあ長いやつがあればいいけど、まあ、長いトルクかけても結局こんだけ硬かったら相当時間かかりますよ。もしくは外れなかったりとか。だから結構なんですかね、うん、このまあエアーとかの電動ドライバーインパクトあればいいですけど、とにかくパワーのあるこういう工具があるとすごいこう分解に便利だと思います。まあとにかくこれからいろいろこう付け置きして、まあサビ取って、まあそうですね、一応はこのまま使うのちょっと不安だから、うん、ある程度はサビ取りして、まあなんとかして、なんですかね、なるべくちゃんとした状態使いたいので、ブレーキ関係はちょっと怖いんで、その辺ちゃんとオーバーホールしてから使いたいと思います。キャリパーのバラシが終えました。いやもう案の定すごいこれ固着しててピストンがなかなか取れなくて、まあよく取れたなって、まあこうサビがすごくて、なんですかね、もう結構な状態になっております。ただそこまでひどくはないかなって、まあ一応こうオイルが浸ってるとこだから、まあそのなんだろうな、茶色くはなってんだけど、これがどこまで頑固な、まあこの空気に触れるとことかはまあサビはしょうがないですけど、まあ言うてこの辺は交換が簡単に効くし、まああとはサビもある程度落とせば使えるかなって思うので、ピストン周りは特になんだろう、こうさすがに何ですかね、精度が高くないと液漏れしてブレーキがなくなるとかもありえるので、この辺はさすがになんかちゃんとできないとまずいですけど、まあサビがそこまで内部に浸透はしてないかな、まあ、これから汚れ落としてみてですけど、でものすごいこの固着がすごくて、このビスですらもう手の力じゃ外せないっていうその状態なので、よくこれなんだろうな、もうとにかくインパクトドライバーがあったことで外れたからいいけど、なかったら絶対これ手の力で外せなかったですね。だから良かったですと。まあこれをまあ、うん、どうしようかな、まあ、ゴム類は取ってサンポール付けとかにして、まあ、どっちにしろもう塗装がこうなってもボロボロなので、別にもう見た目はいっかって感じですね。見た目はいっかってわけじゃないけど、まあもうどっちにしろこう見た目汚いんで最初から、だからまあその辺は気にしないで、とりあえずサンポールにドブ付けしてこの汚い汚れをまず取り除いて、こういうシール類、このこうゴム類はもうとにかくもう相当なんだろう、カピカピになっているので、まあ再利用は無理だから、この辺は新しいものに交換する感じでこうオーバーホールをしたいと思います。まあブレーキ関係はとにかくちゃんと、この辺はさすがに安全に関わるのでちゃんとしますけど、まあこう思ったら、まあリプロ品とか、まあこれ自体すごい安かったんですよね。このセットで、うん、いくらだっけ、でも1000何円かなんですよこのなんか前後のブレーキフルード、フルードというかこのブレーキのキャリパー、1000何円かなんですよね。だからまあ安いからいいけど、まあ修理の手間暇と、このシール類も地味に高いわけじゃないから、でも2000円ぐらいかな1個。
だそれがこれ何個使うの、4つ分使うとか、そういう風になんかこの交換用のパーツでお金かっちゃったりするから、その値段考えて、例えばリプロ品とかの中古が、まあ、まともな、まあ、中古品でまともなのか分かんないですけど、それ買った方が実は安かったりするパターンもあるから、パーツが安いからってこうやって買っちゃってオーバーホール、まあ、できるかもしれないけど、この感じだと、前回もこんな感じではなかったけど、前回もこういうのキャリパーこうやったことあるから、ただパーツ類が地味に高いから、その辺で無駄にコストかかって、まあちゃんと知って使える中古買った方が安いんじゃないのとかっていうなるパターンもありえそうなので、まあ今回は勉強だからいいですけど、とりあえずこれに関してはまあ直せるかなって思ってはいます。まあはい、まずやってみますとりあえず、はい、キャリパーはそんな感じでした。このヘドロの海で申し訳ないですけど、まあヘドロってわけじゃないんですけど、こうやってパーツを付け置きしててもうこんなに結構綺麗になるんですよね。まあこれ何なのかっていうと、あのサンポールの海なんですけどまあサンポールって言ってももうある程度は水で薄めてるので、まあある程度このなんだろう、サンポール成分は薄めだと思います。でも臭いし、この手をつけてるとヒリヒリしてきますまあその中であのさっき、まあ、前回の動画じゃないです、これ動画でもまとまってるはずだけど、このすごいあの茶色かったの覚えてます？もう覚えてなかったらまたちょっと動画前に戻ったらわかると思うんですけど、その中身がもうすごすぎて、こういうのがもうすごいテッカテカになってるんですよね。まあ当然ながらこう傷とかが入ってたら、まあ固着してたんですよ実際。この取る時ももう硬すぎて、まあエアーを送って全然取れなくて、でもなんとか何回もエアーやってたらボーンって取れてまあそんな感じで、あの中身は結構綺麗です。まあもともとそのオイルが浸っているとこなんで、まあ外気にさらせるとか錆びてとかいろいろあったけど、まあとはいえ中身は結構綺麗じゃないかなって思います。こうやってまあこの辺のもうついてたパーツは基本的に全交換ですけどね。だからこれ一回つけて、こうなんだ、一回こうなんだ、全体的な汚れなり錆をこうつけ置きで取ったら結構こんな感じで綺麗になってます。まあもうこれ以上つける意味はないかなと思うので、これでまたいろいろ今度はあのまたこの次にこのサンポールで綺麗にした後にまた綺麗にする方法があるので、そちらもご紹介します。サンポールの次につけるのが重曹ですね。まあなんていうか、重曹ってまあ家庭的な人だったらまあ自分家庭的な人じゃないから重曹って言葉最近知ったんですけどだからその重曹につけると結構こんな感じでも、これだとちょっとインパクトないけど、まあ多分あのさっきの動画見たらわかると思うんですけど、相当綺麗になるんですよ、テカテカして。まあ、ある程度こういう黒ずんだ汚れが落ちてくるわけですよ。まあ単純に粉なんですけどね、家庭的な。これはちょっと汚れまだついてるな。だからこう、すごい、なんだっけな、ここがサビだったっけ？確か何箇所かはもう本当にサビて固着してたところがあったんで、パッドが。とはいえ、結構綺麗になるもんなんですよ。ひどいサビはさすがに取れないけど、とはいえ、なんかそのサビもなんだろうな、こう、またこうやってサンポールにつけたりとかしたら綺麗になるかなと思うので、ピストンとかもそんなに周りは傷はないんだけど、ただちょっとなんかかじってるところが確かあったんですよね。どこだっけ、これかな、リアブレーキはちょっとかじりっていうか、なんかこの、まあ、メッキが剥げてるだけだと思うんですけど、少しなんかこの引っかかる感じ、このギザギザっていうか、なんかちょっとこのなんか尖ってる感じはしますよね。この辺ちょっとまあペーパーで鳴らしてればまあ大丈夫かなって思うんですけど、ちょっとなんかこのサビがだん、これサビなのかメッキが剥げたのか、なんかこうちょっとかじってるっぽいようなものザラザラがあるので、そこはちょっとペーパーで鳴らしとけばまあ滑り的には良くなる。まあそもそもこうシールがつく部分だから、まあなんていうんですかね、これ自体があの壁に面してるわけじゃないので大丈夫だとは思うんですけど、とはいえこれが引っかかりそうですよね。引っかかってこのピストンシール傷つけると かその辺が考えられるので、あんまりよろしくはないですね。でなんかこの辺のパーツ類もなんか曲がってんのかな、ちょっとこれ目視なんですけどね、なんかこれ全然抜けなくて、でも抜いなんとか抜けたんですけど、多分これ自体もなんか曲がってんじゃないかなって思うと、ちょっと多分なんか若干曲がってるから抜けにくいとか、まあ、つけれたってことはつけれてたんでしょうけどね。まあちょっとその辺は細かくは見てないですけど、まあ使えるんだったらまた使います。だピストン系も特になんかすごい大きなダメージがあるわけじゃないので、まあそのまま使えんじゃ、まあ、シール類は絶対交換するとして、まあそのまま使えるんじゃないかなって思います。だからこのある程度大きなサビはサンポール付けで取って、で細かい汚れとか、まあ、重曹もサビ取れるんですけど、結構この辺につけたら割とパーツ類がだいぶ綺麗になったので、これらをまたじゃパーツが届いたっていうか、まだ組む予定はないけど、こうやってフロントとかリアとか組む時にはこういう綺麗にしたパーツの状態をなんですかね、こう組むときに、あ、組むな、組むな、組むな、綺麗にしたパーツを組んでいきたいと思います。
実際まだ配線はまだなんですけど、こうエンジン、まあこれ信用問題になるんですけど、例えば前のオーナーが何かしらやらかして、まあそのやらかしてる時点でもうダメなんですけど、例えばこうエンジンをセル回して、例えばこの組み付けがちゃんとできてなかったらって、まあその時点でもうダメになってる可能性が高いんですけど、例えばエンジン回して、例えばこの何ですか、このバルブのタイミングミスってて、例えばこのピストンが上がった時にこのバルブとぶつかるとか、そういうタイミングになってると、もうバルブ、まあ曲が、俺はしないけど曲がったりとかして使い物にならなくなるとか、そうならないように、まああらかじめちょっとこのクランキングさす、クランキングは自分でこうポイントカバーなり取ってこの回して、こうなんですか、クランキングを自分でやってみて、まずちゃんと一周っていうか、まああれかフォーストだから二周させて、こうちゃんと動くのかっていうのを確認してからエンジンかけた方がいいですよね。で今ちょっとこれ壁沿いにこうバイクが寄ってるから、ポイントカバーまず開けられないのと、だからこのキックペダルで回して入れようかなって思ってちょっと回してみたんですよね。まあちょっとこうプラグホールからこう覗いてみて、クランクってまあピストンが動くかってやってみたんですけど、例えばこう、まあこうやってガコガコってこう動かしていくわけじゃないですか。こうやってクランキングさせてこのホールを覗いても、なんかピストンの位置が変わってないんですよね。ちょっとこう例えば、まああんまり良くないけど、ドライバーとか入れてみて高さ変化するかなと思ったら高さ変化して、例えば、まあ、ピストンが上がったり下がったりするわけだから、ホールに入れた時に高さが変わるわけじゃないですか。それが変わんなくて、もしかするとこのキックの方をなんだろうな、効かなくしてんのかなっていう。例えば、まあ、セルで回すのとこれキックでこうかける、エンジンのかけた2通りあるんですけど、このバイクって。ただそのキックのところがもしかしたらキャンセルされてるっぽいのか、例えばギアつなげてな、なんか中開けてギア取ってんのか分かんないですけど、このキックでなんかクランキングしないっぽいんですよね。だからそこをちょっとなんだろう、まあセルでかけれるんだったらいいけど、なんかあった時にキックでかけたいって、まあついてるんだったらどうせだったら使えるようにしたいですよね。ちょっとそこがあったのと、で実際やっぱこのなんかすごい被り気味なんですよね。まあ、ちょっとこれキャブのセッティングとかもあり得る話なので、一概にこのエンジンの状態もまだ可能性としては分かんない状態なんですけど、なんか結構、うん、それ開けた時にもなんかすごい油臭いというか、まあ、開けてみたら案の定真っ黒で、まあ、被ってるなっていう状態でした。まあ、その辺キャブセッティングでどうにか変わるものだったらいいですけど、まあ何かしらが理由だったらちょっとやだなとは思います。とまあそんな感じで、あとはハーネスを実際組んでみて、まあ一応一回、うん、クランキングさせたいけどね、もしくは軽くセル回してなんですよね、ちょっと一瞬で止めて、なんだろう、とりあえず、なんだろうな、引っかかったりするようなガコってか、なんか何かがぶつかるような音がしないかぐらいは、ちょっとなんですよね、最初の時は慎重に回していきたいですよね。まあ今とりあえずハーネス組んでみて、ちょっとなんかもう、そのなんですか、外でこのハーネス組んでやると、あーす、いわゆる、あ、そうだ、電気、まあみんなこの動画見てるぐらいだから知ってると思うんですけど、電気ってプラスマイナスがあるんですよ。で、マイナスはこのボディ全体、いわゆる金属パーツ全体にこのアースっていうのが、まあ、フレームも含めエンジンの含めこう通電してるわけですよ。だからプラスがその必要な電気系統に行って、それで終わったマイナスはこういうマイナスに落ちてバッテリーのマイナスに戻るって感じで回路になってるんですけど、例えばそれこのバイクのフレーム使わないで外で組んでみたら、そのマイナスになるでっかいやつ、まあ、まあ、まとめればいいですけど、まとまったらちょっとぐしゃぐしゃしてて分かりづらくなったりしますから、もうどうせやったらもうフレームに組んじゃうかって思って、でやっぱ気をつけないといけないのが、当然自分こうやって耐熱塗料で塗装したわけなんですけど、例えばこの塗装のせいで、例えばこれネジがつくことで、例えばあのパーツって、まあエンジンも含めそうなんですけど、こうパーツがついた時にそのボディが、例えばこのネジとかフレームに触れ、でそれがまたマイナスで、バッテリーのマイナスに回っていくっていうことが、そう構造になってるんですけど、それ例えば塗装のせいでアース不良、いわゆるこのネジにまで電気マイナスいってるけど、ボディにあ、フレームに落ちてなかったりとか、まあ、もちろんネジがこう噛むところは、ネジが噛むところでアースが通電するからまだいいんですけど、例えばこうネジ通して裏からナットで止めるタイプは、こう
塗装のせいでこのなんですか、塗装が間に噛み込んで通電しなくなるっていうことがよくあるので、ちょっとその辺またテスター出て、例えばこうフレームとこうやってエンジンかけてピーって、まあ、通電チェックあるじゃないですか、ピーとかなったらちゃんと通電してるねとかで、最終的にバッテリーのマイナスまでちゃんと全体のフレームとエンジンとかついてるパーツがマイナスちゃんと通電するねって分かんないと、まあ、単純にアース不良でそのパーツ動かなくなるので、そういう風にちゃんと通電できてるかっていうのもちょっと確認してハーネス組んでいきたいと思います。意外と買ってあるパーツがそれなりに揃ってたのを今更ながら発見しましたなんか必要なるであろうと思っていろんなパーツが何個もあったりとかして、ちょっと分からなかったんですけど、まあ、ネジも実際2個、あ、ネジね、このキーシリンダーも2個あったんですけどコネクタ付きなのは1個だけで、だから見つけたんですよ、これだと思って、あのさっきじゃないや、あのハーネスの時にこの4つのなんだろうと思ったら、これやっぱキーシリンダーっぽかったので、でこういうやつってすげえ単純なんすね。そりゃ盗みやすいだろって思うんすけどまあ盗んじゃダメっすよ。こういうのってすごいやっぱ昔のバイクってめちゃめちゃ単純なので、もうなんていうの、こんなんで鍵回して動いてんのって思ったらゾッとしますよね。まあイモビとかも結局なんですかね、盗難グループに来ちゃうイモビなんて、イモビすらも別に意味ないらしいので、イモビだから安心とかじゃないですけど、あからさまにこんな状態でなんだついてんだなって思うとちょっと嫌ですよね。まあ分かる人だったらこれ分解して直結とかもできるから、だからなんかこれうん嫌ですねまあそういうのがついてるっていう、まあそれだけの話ですけど、じゃあこれでパーツはあるかな、まあライト類とかはちょっとなかったりとかする、なんかライトの電球が切れたりとかしてつかないとこもあるみたいですけど、これである程度はこの電源スイッチもこれで、まあ、オンオフがキーでできるから、まあ、そこまでなんだろうな、新たに何か付け足さないといけないみたいなとこは多分ないと思うので、じゃあこれにてちょっといろいろとりあえずまずは組んでみて動くのかどうかぐらいまではやってみようかなと、いろいろチェックしたい、噛んじゃったけど、チェックしていきたいと思います。例えば通電チェックですけど、ちょっとこれ片手でカメラ持ってやるとやりづらいんですけど、例えばこうやって端子がこうつくとこうピーってこの片手じゃむずいな、まあ、こうなるわけですよ。例えばこうエンジンと金属でフレームがこうついてるとしたら、こうやってエンジンを振らさせてこのフレームのこうネジをこう鳴らしたらこうやってピーってなるわけですよ。こういうのはちゃんとアースが取れてるっていう判断していいんですよね。例えばこうエンジンからこうフレームからこうステーとかにつないで、そのステーからこうやって例えばアース取ってるパーツとか、こういうところはまあもちろん当然アースなので、アースに通電してなかったらこの電気が動かなくなる、そのパーツが動かなくなるってことなんですけど、例えばこういうところにこうちょっと当てて、片手じゃきついけどこうやって当てて、例えばフレームとかにこう当てて、あれ通電しないなって思ったらここアース落ちてないとか、こうやって普通ピーってならないといけないんですよ、アースこうやって取ってる場合は。こっちは取れるんだ、あ、そうだ、これがそもそもこれ違いますか。じゃこれこっちのパーツのアースのやつがフレームとかのアースに落ちてないので、結果的にバッテリーにマイナスが落ちないからここのパーツ動かないよっていうことになっちゃうので、これを見つけたりとかしてちゃんと処置、例えばこれ自体はステー側にこのなんですかね、ちゃんと通電してないだけなの か、もし通電してなかったらここ塗装を剥がしたりとかして、なんかこのネジがちゃんとフレームでステーについて、そのステーからこういうまたフレームとかのとこに行ってこうちゃんとバッテリーのマイナスに落ちるようにっていうことをしないといけないっていうことですね。だから電気関係はこの辺ちゃんと通電してるかっていうのをまず基本として見つけて、ダメだったらその辺の端子の塗装を剥がしたりとかしてちゃんと通電するようにとか、あとはこのアースをどっから取るかっていうのは、別にフレームから取ればそのフレームがまあどっかしらかでこうちゃんと通電してバッテリーのマイナスに落ちるようになるんですけど、ただそのどっかしらかがなんだろう、ちゃんと繋がってるか確認しないと、後になってこのあれなんかこのパーツだけつかない、なんでだってなった時にちょっとめんどくさいですよね。だからなるべくこの辺のなんだろう、一個一個ちゃんと確認しながらやっていかないと、まあ後になってなんでこれが動かないのって時の発見がまあめんどくさくなるわけなので、ちょっとそのなんだろう、細かいからめんどくさく感じるかもしれないですけど、その辺はもう最初にやってた方が圧倒的に楽だと思います。じゃあそんな、あ、そうだ、このレギュレーターとかなんか、これ多分というか、あの説明書、あのサービスマニュアル見ても全然わかんなくて、取り付け位置とかなんか付け方わかんなかったから、もうこの辺自分で穴開けて、ここになんか変な、ちょっと前の動画見てほしいんですけど、わかんなかったっていうか、なんかここになんかなんだろうな、なんていうの、この入れ物みたいなのがあって、
これ何言ってたか分かんないからもうここもうグラインダーで削っちゃ切っちゃってここに穴打ってネジ止めでレギュレーターとかつなげました。まあこれ自体もなんだろう、例えばバッテリーボックス自体が結構広いのってガバガバだったのでその辺別にネジが内側にあっても全然入ったからそれでここにつけました。多分レギュレーターは分かんないけどこれも多分ボディがアースになってたりとかするとこっちもちゃんとアース取れないとアース不良とかなっちゃいますから、だからこういうところもなんかちょっとレギュレーターをこれボディもアース取らないといけないのか分かんないですけど、例えばこのそうこれみたいに例えばアース線がこう出ててこうやってアースがあからさまにこれアース取れよみたいなのがあればまだいいんですけど、まあ実際こうやってピーってでこう通電したらなりますから、あからさまにこういうボディ自体はアース取ってるよみたいなのがあればまだ分かりやすいですけど、こういうアース線が伸びてなくてもしかしたらまあレギュレーターちょっと分かんないですけど、でこのケース自体がアースになっててこれ取り付けた時に自動的にアースが取れるようなパーツになってた場合、こういうのも付けた時にちゃんと通電するかとか確認してなんですかね、こうアースがちゃんと回るようにしてしないとこれ動作がされないとかあるので、そういうところもなんかしっかり確認していきたいですね。はい、そんな感じで、じゃあ細かい作業になりますけどいろいろ確認していきたいと思います。ハーネス類のまずマイナスアースの件についてですけど、例えばこれウインカーがこう根元について、まあこれウインカーな古いちょっとあのバイクの古いやつってそのウインカーのボディ自体もアースになってあの1本しか線出てないやつ、まあそれものによるかもしれないですけど、例えばウインカーが配線1本だけしか出てないやつってそのボディアースにこの配線のマイナスがつながってて、それがこういうところになんかこうステーがこうあってここにまたマイナスがつながったりとかしてこうマイナス取るっていうなんかボディがマイナスになってるとかあるんですけど、例えばまあこれがじゃあマイナス確定とするじゃないですか。で例えばこういうのがどことかがまた配線のマイナスなのかとかいろいろ辿ってみると、こういうとことかがちょっとこうなるかね、なるか、こういうとこがマイナスになってたりとかで、こんな感じでなんかマイナスがどこなのかとか把握できると、あここにじゃあ電装パーツつけた時にマイナスはここに刺せばいいんだねっていうのがその把握できてくるので、まずはその辺をなんか設置がまずだアースは基本的にボディアースにくっつけたりとかパーツのアースどこにつけるのかっていうのが分かれば、必然的にじゃあプラスはどこになるんだっていう、まあ、選択肢がこうなんですかね、答え合わせがこうしやすくなるので、まずマイナスがどこなのかが把握できたら、あとはその辺またプラスをどこなのか探してくるとか、まあその付近にあるはずなんですけどね、まあその辺またバッテリーつなぎながらこうつなげてみて電球がつくようだったらあここそうなんだねとか、そういう風にまたいろいろチェックしていきたいと思います。まあこういうハーネス系はまあ元がこんなだけにまあ信用してまんま組んじゃってつけてみるのもいいですけど、なんかあってからでは遅いので、まあ遅いっていうか何かしらパーツが壊れる原因になる可能性があるので、まあこの辺はちょっとテスターでチェックしながら慎重に進めていきたいと思います。はい、途中ですがハーネスの組み込み具合です。ちょっとこういろいろつなげてみてなんかこう割と分かってきたというか、結構あのちょっとウインカーとかこの辺は まだ比較的簡単なんですけど、こう Z のテールランプって2本しかなくて、普通ってあの見たことある人は分かると思うんですけど、バブルルームが 4つの端子 なんていうの、4つ の, あの接触箇所があって、このキーをキーじゃないな、あのライトをオンにした時にこの番号灯を光らせて、こっちからこう番号を光らせてここを照らすんですけど、そっちの端子と普通の端子でアースだと思って、で3つあるはずなんですけど、これ2本しか出てないから、まあ、古いバイクだからなのか、まあ、1本がアースで1本プラスってことでいいのか、もしくは車体自体、車体でこの本体自体がアースになってて、で他2本がその普通のプラスとその番号灯を照らすためのプラスなのか、ちょっとその辺不明なので、それはちょっと電源オンになってからつなげてみましょうかねって感じです。でウインカーに関しておそらくこの2本がウインカーに対するプラスと、でウインカーのマイナス2本分がここに刺さるように、だいたいこの黒とか黒黄色とかこのテスターで上がるとマイナスのやつみたいなので、だこっちはまあウインカーってことで間違いないかなと思います。他につけるとこないですしね。でこう辿ってって、でこのリアハーネスをこうつけたらこうで、なんでこの辺がこう回路図を見たりするとちょっとやっぱ複雑なところがあって、複雑っていうかあれっていうこのちょっと分からないところが出てきて、例えばまあこの辺はもう色が分かるからそれなりになんか端子がもうコネクターがこうできてるので、つなぐ箇所はもう こっちはもうハーネス、茶色がハーネスの茶色なんですけど、でそっちの隣にあるこの白いやつがここに刺さるやつ
でこれがヒューズボックスか、ヒューズボックスにこう行くので、でヒューズからここに伸びてきて、ここのなんかこれ2本刺さるとこあるんですよね。でこっちが回路図、この見る感じなんかインジェクションスイッチに行くんですけど、どうなんだろうっていう、違う、あ違うかな、レギュレーター、あでもこれがあるか、こっちはヒューズに行くから、もう片方がレギュレーターに行くってことになってますね。こっちからレギュレーターに行くってのがもうすでにこう血栓されてるもんなの か、 だかちょっとこの辺余っちゃうところが、なんかどういうことな、刺した時にここに刺すところがないから、だとすると使わなくていいのか、ただこうなんですかね、まあジェネレーターで充電して、まあこうやってその充電されてバッテリーを充電しないといけないから、その辺をつなぐ必要があると思うんですよ。だこれがそうなのかなっていう、ちょっとこの回路図見ててちょっと曖昧なところがあったりします。だこれぐらいはまだいいとして、で次がこうちょっとこれまたアースエンジンからこう伸びてくるアース線がこう届かなくて、だからもうこのボディアースにこうフレームにつなげて、フレームからまたこうちょっと延長的なのでアース作ってバッテリーにつくようにしてます。でこのプラス側がどっちかというとこのスターター側にあるので、バッテリーちょっと反対というか元はこうなのかな、だかバッテリープラス側をこっちに持つ時、マイナスはこっち側にした方がこうつなげやすいかなって思います。でちょっと良かったなって思うのが、まあ、この辺あのブレーキのオンオフとかのブレーキランプがつくようなスイッチがこうここに来るんですけど、この辺は色がこうちゃんと決まってて、青とか茶色が、また刺すところも青茶色だったりとか、本体側とこの刺す側が一緒なので、ただちょっとこの黒の端子がなんだろう、ちょっと見えないと思うけど、この真四角のやつとこう端子がこう黒でこのなんて刺すタイプだったりで、あどっちも刺すタイプだけど、この真四角じゃないタイプで刺せなかったり、まあ、マイナスは別にどっかしらかもうボディアースに直結っていうか、なんかこれみたいにコネクターでこのボルトに挟むタイプにして、まあ、挟んじゃってもいいですしね。でこっちはまあ単純にマイナスなんで、まあ、これ自体はまあどっかにこうアースかませてもいいですし、でこの辺がニュートラルランプかな、確かこれよくよく見たらこのスタンドのなんでキルスイッチみたいな、例えばスタンド出っ放しでアクセル入れたら、アクセルでね一速入れたらエンジンで止まるんですけど、そういうスイッチがこれついてないって、まあ、昔のバイクがついてないのか、まあ後からつけるのかちょっと分かんないですけど、これ自体はこの反対側から来てるから、ちょっとちゃんと辿ってないから何とも言えないですけど、こっちがニュートラルスイッチかなって、まあ、この辺左側エンジン左側がこれ以上の配線伸びてないので、うん、でこっち左側から伸びるのはこのスターターの配線と、あでもスターターの配線って考えたらジェネレーターの配線どこにあるんだろうな、そうかそれちゃんと見てないね、あそうだジェネレーター、そうだジェネレーター青だ、そうだそうだそうだ、だからじゃあ大丈夫かって感じで、でただこのニュートラルスイッチだと思われるスイッチがこのハーネス付近にはないんですよね。だこの辺に確かなんか刺さってないところがあった気がするんですけど、ただこんな遠くまで刺しに行くのかなってのが、でこっちがおそらくこのまあそれなんだっけ、また名前でインジェクションコイルインジェクションコイルのこのお互いのやつだと思うんですよ、こっち側は。でだからニュートラルランプ光らすためになんかこの結構この辺までエンジンの上ら辺までこうやって配線持ってくんかなっていうのがすごい不思議で、でこの辺例えばこの中間になってくるとこうやって刺さってないところがあるんですけど、だとしたらこの辺に刺すんかなって、例えばこれ緑色だからこの辺がなんか緑色の刺さってないやつがあるのかなと思ったら、かといってこの緑色の刺さってないところが見当たらないんですよね。まあ、もちろんこれ色が全部決まってるっていう前提ではないんですけど、とはいえこれ何でしょうね、この辺には黒が余ってたりするけど、だからこのニュートラルランプらしきものはどこにつなげんのっていう、あ片方はこれテスターで買ったらこっちアースだったんでボディアースに接触してたので、こっちはアース確定で、こっちがいわゆるプラス側のでどこにつなげんのっていうとこなんですけど、だこの辺がいまいち分かんなかったりしました。どうすんでしょうね、これもしくはハーネスとは別に引き回すもんなのか、そうじゃないと思うんですけどね。なのでこっちがまず分かんないってのと、
で当然ながらこの辺の中間にあるこの束になっているところのじゃあこれは結局何なのかっていうのをこっちもよく分かんないし、だこっちは何本だろう、まあ、これはおそらくホーンだと思うんですよね。確かいろんな車種見たけどホーンって茶色とこの黒黄色だった気がするんですよ。黒黄色か、確かだから茶色とかが多かった気がするんですよ今まで触ったバイクで。多分、うん、どっちもホーンは茶色だった気が、まあ、それもまたあのサービスマニュアルで確認しますけど名前が出てこなかったでこっち系はやっぱ分かんないって言った方が正直なところですね。うん、なのであなんかこれっぽいのかな、なんかちょっと今ちゃんと見てなかったけどここにもなんか配線伸びてんですね。ただこれってどっちかというとハンドル系の周りになんか、あこれはあれか、なんかなんていうのこの板状の刺すやつか、これなんだろうね、これちょっと分かんないけど。でこのハンドルのスイッチから例えばこのスターターのスイッチ、スターターのスイッチおそらくこのちぎれてたこれがおそらくスターターの、まあ、オンオフでこれ押した時にこれがつながってスターターに、まあ、リレーというのがスタータースイッチが入るようになってるんじゃないかなって思うんですよね、まあ、この辺もちょっとこのもう見えないけど、まあ、どっちにしろこれ使わないから最後切っちゃってもいいですよね。だこのスイッチがおそらくこの2本じゃないかなって思うので、だこっちはどっちかというとスターターリレーをつけるところなのかなって、それだったら解決するんですけどね。うん、だちょっと、まあ、ニュートラルランプは別に、まあ、ある方が絶対にいいけど現状使わないって、今はとりあえず動けばいいから、動く確認ができればいいから、まあ、エンジン上はまあ どっちでも構わないかなって思うの でただこいつがプラス、そのインジェクションコイルのプラスマイナスだとしてもこっちのインジェクションの方がこれこっちはまた2本あったりとか、これパーツによるんですかね。サービスマニュアル見たらなんだっけ、確か1本だけだったんですけど、1本だけだったっけな、ちょっとその辺また確認しますけど、これだとまた刺すところまたないなとか、もしくはこの中間のハーネスのところにこれ刺すのかなって。でもそれ1本、これ刺すとこ1本しかなかったけどね、1本ずつか2本か、2本しかないから、だとしたらこれどうやってつけんだろうねとか、まあ、その辺ちゃんと、うん、いろいろなんだろう、このサービスマニュアルでめんどくせえまあ言っちゃ悪いですけど本当に大変ですうん、もう本当にポン付けできたら一番いいんですけど、まあ、なんやかんや言って、うん、簡単そうに見えて、まあ難しく、まあ多分根気ですよね、難しいとかだけどちゃんと細かく見て、であのボディアース処理はちゃんとしたので、いろいろこうやっぱり通電しなかったところさっき見せましたけど、その辺またその塗装とかサビ磨いてネジつければまたこうちゃんとアースが全部導通するようになったとか、そういうところがまた細かいところでなんですかね、トラブったらめんどくさいから今のうちにやっておきましたと。まあそんな感じでなんやかんや、うん、この作業だけでもいろいろすごい時間かかってますね。だから思ってるより時間かかるんだなって思ったので、ちょっとまた動かすまでちょっと時間かかりそうです。なんか楽しみにしてた方には申し訳ないですが、あといろいろこのなんだっけ、ペダル新しいの買ってつけれました。でこっちもギアのペダルもつけました。まあ、どんどん完成形には近づいてきてるんですけど、ちょっとエンジンかかるのはもう少し先かなと思うので、ちょっとまあそこまでしばらくなんかまあお待ちしててください。きっといいような結果をお知らせしたいと思いますので、じゃあそのエンジン置くまで楽しみにしてください。どうもご清聴ありがとうございました。